外カリソシアンは、日本の美術評論家。中外商業信奉者学芸部長、三次を歴任。本名は、トカリ賢章。愛知県安国寺第十五代住職。明治二十六年、愛知県生まれ。総統州、大学、1913年に小学者卒業。同年、中外商業信奉者入社。美術記者となる。 1924年学芸部長、1928年参事を歴任。1943年食託。その評論批判は、司会の注目を引き、古美術に造形が深く、美術骨董会に貢献した。書道と難画を良くし、また、監視、俳句にも親しんだ。1930年、中川紀元らにより設立された、六使会に参加。 洋画から牧野虎を、木村総八、中川紀元、日本画から中村学良、山口宝春、平八郎、評論家の横川から一郎が加わる。六四用会の母体は、1928年に外狩りの呼びかけでできたガジ砲弾の川津湖絵会である。昭和19年、急性肺炎のため成居。著書に、竹田、流門二十種な、観音五十種。 カギ百ウ100区、リュウモン2ン観論五十種、火山先生百年展若干記、同品二十種な、俗僧県案美術修正図録などがある。東京文化財研究所、外カリソシン案、2020年6月6日閲覧。太平山暗黒寺、外カリソシン案、2020年6月6日閲覧。kotobank.jp。O T o B A N 外カリソシン案日本人、明大辞典。2020年6月6日閲覧。kotobank.jb。外カリソシン案20世紀日本人明辞典。2020年6月6日閲覧。webcatplus。外カリソシン案。2020年6月6日閲覧。徳富祖宝記念館。外カリソシン案。2020年6月6日閲覧。 ありがとうございます。